これ、あ、何ね、明けましておめでとうございます。もう一回、明けましておめでとうございます。 OK、 大丈夫、 OK、 よっしゃ、これあれですよね、最初さんがこっちで歌ったらいい。エコさん、エコさん、はい、あのこれ始まってる時はこれ追加下げるんですよね。いや、もともと下げて全部。ああ、明けましておめでとうございます。はい、すごいね。これ、はい、宮古の何の歌だっけ、これ。そうそう、宮古の
東岸でややこと言って、うん、あの沖縄の鍵屋で風と一緒の、おー、そう、明けましておめでとう、藤井ね、そう、うん、で、今日5つも歌があるから、うん、あの場に応じて鍵屋で風と一緒だから、うん、あの今日歌ったのが、うん、最初がお正月、うん、ああお正月、めっちゃお正月が来たっていうので、ああ、あの栄えますように、本年マスクで今年も栄えますように、あと年を重ねても元気で歩けます、健康で生きれますようにというのと、うん、次が関音繁盛、ああの14日の月とか14、15日、十五夜の月のように、うん、あの上がる美しさと昇る美しさを、あのこの根強い家に与えてください。じゃあワンから言わせればあれだな、なんか初昇りとか、そうそう、初、あもう、ね、あれですあの初の、あ、あの初昇り、はい、初昇りってのはもうあれさ、うん、あんたの下ネタは聞いてこないから、新年早々、ルカ、はい、終わり、ジョーちゃん、はいよ、はい、明後日初登りするね、はい、だからね、はい、はい、皆さん明けましておめでとうございます。フリムンラジオ始まります。フリムンラジオ始まった、じゃあメンバー紹介、メンバー紹介行こう、はい、モミからいいよ、はい、はい、シャンディータロー、はい、ウルマーディ、はい、MC もメヤビン、はい、して、はい、座り位置、そこだから、エコ、お願い、ミキサーのエコザイルですけど、今日はちょっとだけ、はい、三振引きました、はい、かっけー、今のとこじゃないよ、はい、皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしく、ホワイティーニシアラでーして、からの、はい、ちょっとだけミキサーをしております、ナルトラです。明けましておめでとうございます。あれやれ、あれや、あれやれ、あの人は、あの人は、あの人はどうしたんですか、エコさん、お願いしますよ。ずる休みです。はい、あの一応こちらには体調がね、うん、あの体調悪いっていうふうに言ってますけども、ねうん、明日にはケロッとしてるんじゃないですか、うん、誰も信用してないということでずる休みです。はい、はい、イコールあれですね、あれしけべ、あれはあれはあれですよ、あれがあれなんですよ。そうそうそう、はい、で、姉さんなんかワイファイに行くって言ってましたね。ああの新しい、あ、バルネーさん、バルネーは、バルネーワイファイに、ワイファイじゃないわ、ワイファイ、ワイファイじゃないわ、ワイファイでちょっとワイファイまで飛んだぞ、こらワイファイに、ワイファイとワイファイが一緒になったってば。いや、違う、今日はスペシャルあれやこと、スペシャルだよ、スペシャル、いろんなそうゲストが来るからだからよ、はい、じゃあもうサクッと紹介しちゃうよ、はい、というわけでオープニング後はお送りいただいたメッセージというわけで、今週のテーマは、はい、テーマをどうぞ。テーマ2019ということで、はい、もう2019、もう今年何するとかさ、いろんなことを送ってほしいでございますよ。もうやることいっぱいあるさ、もう、はい、何やるかね、もう、もう何ができる、あと360何日か363日ですね、3日あるよ、はい、ね、いっぱいね送ってください、はい、で、というわけでですね、バル姉さんはお休みというわけで、ワイハーに行ってるんでしょうかね、ワイハーに、はい、ワイファ言えない、もうごめんなさい、もう1時間前から飲んでるから言えない。はい、はい、いい加減な人生相談コーナーはお休みでございます。お休みでございます。そしてゲストを迎えてのひとときは、あの方がなんと電話出演していただきます。はい、ビッグゲストです。イエス、はい、そしてですね、名古屋中継はなんと2部構成、一部二部あります。そうですね、そして2部はもしかしてあの姉さんが出てくるかもかもしれないです。これはツイキャスの皆さんの声が頼りですね、安否確認をしたいよ、錦姉さんっていう方はどんどんツイキャス送ってください。というわけでメールアドレスは moon@fmgino1.com moon@fmginow1.com、 またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。はい、FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。そして今年もよろしくお願いします。スポンサーの皆様、中川名木、創業67年中村製菓、民謡居酒屋やっても俺、 R サプライ、トリプル8、名古屋ライブハウスコタン、フリムンファミリーの提供でお送りします。してや、はい、上手、はい、ナルトラ、じゃあいい声で言っちゃう、うん、はい、じゃあ新年一発目は、うん、はい、イケボでいきたいと思います。おお、はい、9月16日火曜日より動画配信が変更になりました。ユーストリームでの配信が終了し、 YouTube ライブからのストリーミング配信となりますので、よろしくお願いいたします。うー、ナルトラ
ベキュー。ちょっとノーマルでいいけど、ちょっとみんな言ってきて、みんな言ってきて、いく、せーの、ナイスボーイス。ナイスボーイス。ナイスボーイス。やめろやめろやめろ。はい、今日はですね、はいはい、全員酒が入ってますんで、そうです、はい、ちょっとね、来週からなんかオルゴールで聞く、はい、波にならないような放送でいきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いします。大丈夫大丈夫大丈夫。はい、ということで、おことやんばよ、CM、あ、ということで、CM、 なこの CM 行きましょう。はい、では CM でーす。 CM 死に、もみの声が聞きたくて FM797 聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さんゆたしく聞いてください。もみの声が聞きたくて FM797 聞いてます。ということで、はい、今横ですっごいなんかこうイチャイチャしてるところを見てしまったんですけれど、本当にね、なまた付き合ってるのに明日から付き合うって、明日から付き合うって、うん、じゃあちょっと、まちょっと、ちょっと、ちょっと、いいですか、新春スペシャル、スペシャルゲスト呼んでいいですか、はい、お願いします。スペシャルゲストさーん、ジュニラ、あ、来た来た来た、キンキン音がしてますよ、キンキンしてる、キンキンしてる、ゲストさんって、大丈夫ですか、キンキン音がしてますよ、ぜ、すいません、もう僕がすごい緊張感の中でつけてしまった、いろんな機材がちょっと間違ってるかもしれません、大丈夫だよ、皆さんちょっと聞き苦しい点あるかもしれませんがご了承ください。今すっごいキーンという音が してるかもしれません。少なくとも自分の耳にはすごいキーンという音が聞こえております。はい、今キンキンしてる音が、あ、耳が、ね、必死に、はい、ということで今キーン音が収まりましたんで、はい、改めてゲストさーん、どうも、放送禁止用語が流れてましたか。あ、これは誰でしょう、誰ですか、誰ですか。どうも、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、すごい、いやーすごい。いやーもう僕はもう実は一昨年の年末に宮古で下さんお会いしてますので、ナルトと言います。お久しぶりです。すいません、皆さんお通り回してます。回してないとわからないんだね、やっぱり、ね、回してるされた、うん、いやーなんかこう飲んでる感じするけど。飲んでない？すいません、バレましたね、バレましたね、本物のお酒飲まず、本物よ、うん、本物でしょ、本物、はい、サトルアザー、はいよ、はい、エコザエロです、改めて、あ、はい、明けましておめでとうございます、どうも、明けましておめでとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします、本物だ、本物でしょ、あれ、ホワイティなんかお礼言いたかったってね、あ、サトルさん、ホワイティ西原です、はい、この前メールを送らせてもらいました、どうも、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、なんかすごい仲良くなれた感じが、すいません、ラブコールに答えていただきまして。自分のラブコールから始まったからね、これね、あ、ありがとうございます、あ、嬉しい、なんか全員、ね、うん、聞いてるとなんか全員がなんかおとり工場述べてるみたいな。バレた、当たりの、一人一人喋った後に、うん、
ね、一人、うん、一人一人喋った後に、うん、それではお通りを回しますみたいな感じでいいんじゃないですか。いやー、サトルさん、あの、後から、はい、あのお通りするんで、また、うん、サトルさんも一緒に、はい、もうメンバー来てね。あ、本当、来てください。あ、マンティって、お父さんが。わお。いや、嬉しい。そう、嬉しい。本当にありがとうございます、本当に。なんかえらい盛り上がってませんね、皆さんね。もう、うん、あの窓の向こうでもかなり、うん、正直1時間前から盛り上がってました。そうです。1時間前からやっぱ飲んでるな、これ、うん、そうアルコール消毒がちょっと過ぎたね。なるほど、うん、はい、あ、でもそういう放送も年に1回ぐらいあっていいね。ね、そうです、そうです。もうぜひ来年は一緒に、うん、一緒によ。本当だよ。ね、回しましょう。いやだ、お通りが中で始まるの。え？宮古ちゃん、なんて一緒っていうの？いや、二枚回すか。あ？回すか。いや、二枚回すか。二枚回すか。回すか。回すか。一緒に。え、ごめんなさい。来年も一緒に。ま、ま、まつきね。まつき。まつき。まつき。そうそう。まつき。いやにはマツキ、普通でもマラサヤーってことで、ね、さすが、プロ。すごい。もう今、はいはい、話してるのがデジもう、うん、なんていうの、なんか夢見てるみたいですさ。あの、モニターも夢だよ。ん、呼びかけた、うん、もっとサトラザちょっとマイクに向かって言って。サトラザ、はい、はいはい、僕、MC モミ、あの、逃がすのは、あ、モミさん、うん、もみさん、はい、2月には明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。2月には今年もよろしくお願いします。はい、うん、2月にはあの宮古に行きますので、娘と一緒に、マスカヤ、迷惑を、迷惑を、来週、来週じゃないですか、2月かな、2月に、来月、来月、うん、来月、うん、来月なら、さ、で娘と一緒に、もしあれだったらもうあのラジオに出させてほしいなって思ってるわけよ。あ、わかりました、よろしくお願いいたします。じゃあ来月から那覇に行こうかな。当たり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 、それが一番いい。逃げて、わが宮古行ったらもう里野さんもね、それはまずい、宮古から出るわけ。うん、本当によ、ワンDJ みんなちゃんとも会いたいさ、自分にね。もみさん、うんうん、もみさん、あの、うん、僕の番組にも、うん、ね、フリムーンラジオのリスナーさんからメッセージとかいただいたりするんですね。あ、ほん、はいはいはい、そうそう、で、なんかさっきちらっと聞いてたら、あのスポンサーさんたくさんついてるね。すごい。ありがとうございます。おめでとう。いや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 、もうこれあれだから。ありがたいよね、ほんとね。スポンサーっていうのね。わかります。あの、スポンサーとか関係ない情報は、ただ佐藤朝のところに行きたいって、もうこれだけ。わかった。待ってますよ。うん、でまたあっちはまた一緒に飲もうね。そうそう、牛も連れてくるの？キラキラカールさん連れてくるさ。いくらかかるんでしょう。いくらかかる。横にやっぱり牛がいた方がね、なんかこう。ああ、だからね。あの、いきみつく、ね、あのホワイティー連れてくるさ。あー、一緒だね。さっき結婚しようって言ったから、ベーって言ったからよ。ベー、あの、ベーって、ベーって、あの、宮古口でベーって嫌だっていうの、なんて言うかな。んばって言った、んばって言った。結婚しようって、んばって言った。もみさん、はい、もっと最上級の嫌っていうのをね、あかんばって言います。当たり。あかがつきます。すごい。あかんばって。あ、すごい。もみに何か言われて嫌な人はすごいあかんばって言って。ね、みんな気をつけようね。あかんばって。あかんば。で、それ言うときに、吐くように喋ってくださいね。あかんばって。わ、悲しいけど。大丈夫？あかんばん、大丈夫大丈夫、ちょっと待ってよ、はい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 、最高、サトラザ最高やさ。で、あとサトラザの、うん、ちょっとまた話したい人がいるというんで、うん、はいはい、もう一回つなげましょうね。あ、わかりました。はい、名古屋。え？あ、こんばんは。え、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。うるう
やっぱりちょっと音声が聞き取りにくいですね。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。あ、明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いいたします。はい、ダンサーズでございます。みそにこみすきです。オーブ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 ズーミオーブオーブ。すごいね。お通り回してます。いや、名古屋からお送りしております。これこそ電話のお通りだよね。え、もうすでにこちらでもお通りやっちゃってます。いや、あの、これは電話のお通りですね。電話のお通りよ。だってね、那覇、名古屋、宮古と、なんかすごいな、やれちゃうんですよ。あの、トークはね、あの、トークはあの伴ってないですけど、技術だけ異常にあるんですよ。あの、名古屋って今、天気どうなんですかね。そうなんですよ、技術の無駄遣いなんです。言わないで。あの、すいません、ちょっと質問していいですか。はい、はい、皆さん何人で、何人で喋ってるんですか。何人なんですか、今チーム名古屋は3人です。こっちスタジオ4名すっごい人数だね。いやー、誰の声か聞き取れないんじゃないですかね。誰か誰か、だから、はい、佐藤さん、ね、誰か誰か分からんでしょう。分かる。モーミーさんと、今日じゃちょっとモーミーさんちょっと元気ない感じするんだけど。あ、これあの、昨日から飲み続けてるから。あ、やっぱね、なんかそんな感じするよね。いやー、そっか。さっきね、あの、やっぱりお相手に怒られてからもうちょっとよ。さっき習ったやつ言ったから、破棄してるように言ったから。いや、ブラッキーや。いいね。でも名古屋のからですね、名古屋からのちょっと新年の挨拶で、あの、サトラーに一言申し上げたいんですけど、はい。チブルハギ、フラーカ。死に面白くないや。これ今ニヤコニヤコ持ちでもね言いましたね。ああ、だからあの名古屋弁です。あ、名古屋弁だよこれは。あの名古屋弁で明けましておめでとうございます。あ、なるほど、聞こえました。もうす、もうこんな時に効果音をね、あの、入れさせていただきましたけれども、あの、サトラザ、はいよ、あの、味噌煮込み好きって、うん、あの、はい、この人がいるけどさ、はい、お尻をデージ柔らかいわけよ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、なんで柔らかいんだ。そうですよ。もう、ザンディ。今の効果音が入りました、効果音です。はい、すごい。あの、宮古口のお尻のことなんていう、ちび、おなし、ちびるん。ちびるん、ちゃんとそれに答えてくれても本当にありがたいです。本当に、あの、小さいお尻のことは聞いてる。小さいお尻教えて。なんて、え、あのね、小さいお尻はイミチビルン。あ、イミチビルン。で、大きいお尻のことはウプチビルンって言います。オッケー、わかった。じゃあ、な、サトラさん、柔らかいお尻は、はい、やぱやぱのチビル。まだ言いますの。あ、やぱ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 チビル、やぱ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 、あの、やぱやぱ、なんか、もうこうやって話してるとさ、うん、はい、正月っぽくないね、全然。ということで、うん、ちょっと、ね、せっかく、そうそう、島さん、なんか、あの、告知あればお願いします。告知、うん、特別、あ、そうですね、あるよね、あります、あります、うん、え、あのね、今年の3月の、28日に、アルバム From Miak っていうアルバムを発売します。おー、出ますか、ついに。宮古島からっていう感じでね、僕も宮古に戻って27年になるんですよ。なので、島発信にこだわってやってるので、From Miak っていうアルバムを、まあ、出しながらですね、レコ発をその翌日29日に宮古島の共和ホテルの2階にスーパースターというライブハウスがあるんですね、はい、そこでやらせてもらって、で翌月の4月の、26日には、東京の、ブルースアレージャパンというところで、実は
スペシャルゲスト、超有名な方なんです。ちょっと名前出せないんですけどね、はいはいはい、もうゲストに迎えて、一緒にやることになってます。ぜひあのタイミング合えば、ね、宮古か東京に遊びに来てもらえるとなんか嬉しいなと思ってます。よろしくお願いします。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。谷川さんで。いや、そうですよ。もしもし。もう。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう終わりなんですね。いや、ですね、あのサトラーザにはぜひですね、名古屋にも来ていただきたいですね。はい、名古屋。ええ。そうよね。名古屋行きたいですよね、本当に。ぜひ名古屋にライブをお願いします。直行便も出ました。だよね。あのね、名古屋には僕の昔の音楽仲間もいて、ドラムの野島剛って言うんだけど。なので、はい、彼からもちょっと呼ばれたりしてるのね、うん、なので、はい、タイミング合えば本当にあの伺いたいなと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひぜひお願いいたします。コタンっていうライブハウスもあるから、素敵な。ああ、コタンって大コタンっていうね、素敵なライブハウスもあるから。本当、うん、本当。じゃあぜひぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さとみさん、はい、うん、チーム名古屋のですね、滑るようにマスクマンと言います。はい、じゃあ、名古屋の花粉下げていいですか。サトルさんの番組にもですね、あの投稿させていただきましたけども、あのご存知ないかと思いますけども、はい、今日はみなみちゃんはお見えになります。すいません、今日はですね、僕はスタジオにいるんですけど、みなみは自宅の方で多分そばを食べてる。正解です。正解です。それがいいよ、それがいい。みなみちゃんのことを言うのは私でございますけども、うん、はい、エールをね、送りたいと思ったんですけども、カフ下げていいか、ね、お見えにならないということで、今日はちょっとね、自粛することにしますので、また素晴らしいエールをね、送りたいと思いますんで、わ、ね、かりました、ありがとうございます。みたいにね、お伝えください。はい、わかりました、ありがとうございます。話半分でお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、うん、ありがとうございましたね。いやー、本当に今もうね、エコザイルさんはかなりご挨拶をちゃんとしております。はい、うん、はい、すごいね。すごかったですね、本当にスペシャルゲストですよ。何次元中継もすごいけど、そうです、そうです。ね、なかなかこのね、フリームーンラジオでもなかなかない三元中継でしたね、本当に。さっできたね、うん、すごいよ、もうまた繋げてる、うん、まさかほら、直接やり取りできるとは思ってなかったからさ、うん、だから、はい、これがあるから、あ、オッケー、今からまた、うん、スペシャルゲストいっぱい来るはずだから。名古屋、宜野湾、宮古島って書いてあるだからね、うん、やんばって。はい、ということで、はい、うん、今の三元中継をお送りいたしました。はい、読んだらあげるっていう感じになってるから、はい、さあ、ということで、ここからしばらくはまたそのまま名古屋と、うん、はい、つなぐということですね。はい、じゃあ名古屋と、はい、はい、では改めまして、はいはい、ハッピーニューイヤー。うわ、来たすいません、カフ下げて強制終了していいですかね。やっぱり電話切った方がいいんじゃないですか。電話切る。まだまだ大丈夫ですよ。今日はね、新年ということでございましてね、はい、あれ、もしかしたらあれ、王子スペシャル。お、すいません、間違えました。聞いてないですよ。え、やっぱり電話間違えたんで切りましょうね、一旦ね。だからね、電話間違いじゃないでしょ。お、間違い、ね、間違い電話ですね。あの年末にね、ちょっとね、王子ね、心を痛めましてね。ね、痛める心あったんすか。これ、ね、すごくね、王子ショック。やっぱりごめん、カフ下げていいかな。そうそう、下げてもらっていいかな。もう新春早々、こんなのだから ね、寒い、寒すぎる。一応ね、飲んでますのでね、うん、本音を言っちゃいますよ、うん、ホワイティー。あ、来た。年末はね、あれでしょ、放置プレイの主犯格でしょ。無表情はやめてほしいな。あの王子ね、気づいちゃってるからね。あれ、また離
しないの USA で、これわかるでしょ、これはね、でね、あの The United States of America USA ってことでございますけど、あのちょっとあのホワイティさん、ちょっとあの放心状態やめてね。あ、なんか聞こえなかった。ね、ヘッドホンちょっとあれかね、調子悪いね。悪い？うん、ヘッドホンはちょっとあれ、ダメだはず、これ。ね、うん、ちょっともう結構使ってるからね、これね。今日も冷えるわね。やっぱり。やっぱり。バーモントさんからハイボールで温まってたのに、はい、ちょっとジャムを排除してきますので、体の気持ちが、うん、ミッキーマークになってますよ。あ、すごいね、冷え切ってるね。ねえ、もうそらしぞうまさん、こたつの今日が効かない。ブルーミーさん、ガムテープ、うんうん、ガムテープ探しておきましょうね。探してください、お願いします。今日はね、はい、結構ね、あのもうすでに前回のね、あのパターンに入ってますので、あ、あとね、一つね、うんうん、あのエールを送りたいね、あの方がございますので、あのそらしどおばさんね、あの名古屋チームにもね、あのいろいろね、あのご協力いただきましてね、ぜひともね、感謝の気持ちを込めてね、エールを送りたいと思いますので、新年一発目にやるよ、なんか言って早くやって、誰この、あの、あの何この、あの白い子だね、早くって、時間ないから早く、そんなに早くできないんだから、早く巻き入っちゃった、巻いて、あと、ごめん、時間ないよ、3、私のおばさん行くよ、旦那さんには内緒ですよ、奥さん、お背中流しましょうか、もう、うんざり、はい、失礼しました、以上、今日決まってるよね、はい、また1時間後、またね、はい、1時間後、すごいね、こんな鳴らしちゃった、あ、終わり、うん、終わり、切っていい、はい、切りました、うん、あれ、なんか横にいっぱいいろんな人がいる、はい、じゃあ一旦 CM 入っていいですかね、CM 行ってからいいですか、はい、月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ、はい、ということで、なんとホワイティさんもまた飲みに行ってしまいました、ということで、ということはい、ということでですね、さあ、ここからはですね、あの今日、飲みにお越しいただいている方が入れ替わり立ち替わり登場しますんで、まずは、自己紹介からお願いします、どうぞ。ごまクッキーです、はい、ということで、アナマチのノリさん、今日は覆面でお越しいただいております。バレてるじゃないですか。いや、バレてますよ、そりゃもう。僕もだからバレてるんで、もうあえて、あのもうそのまま紹介しましたけど。って。はい、ブルーミーさん、正解です。はい、で続いていきましょう、どうぞ。マイです、よろしくお願いします。マイちゃん、いらっしゃいました、あれ、あ、一番マイちゃん、準、はい、レギュラーなのなんで最近来ない？最近
じゃあ、エコさん誘う日がいつも悪い。ごめん。いつも仕事入ってる日。縁がないってこういうこと言うからね。じゃあ次から自分で売り込みます。じゃあ次からホワイティに連絡係頼もう。だから後で交換しようね。はい、なんかね、なんかを、はい、住所とか。フルフル。うん、はい、フルフルとかしたりする。あ、俺も。あ、ついでに、ついでに、ついでに入ってきましたね。ついでに入ってきましたね。わかった、ついでにな。今日ゲスいっぱい来てるんですよ。うん、なのでいっぱいですね。どんどん入れ替えていかないといけないので、ガンガンいっちゃうってやつ。はい、のりさん、のりさん、はい、2019の、そうですね、今日テーマ、今日でも何でも、はい、2019、さあどうする、どうしましょうか。来年の抱負。いや、今年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 、うん、やりたいこと。うん、誰と誰と違う、そういうんじゃない、違う、それじゃない。あ、なるほど。あ、それが誰かっていうのはね、またこれから分かっていくんじゃないかなと思いますけれども。素敵でございます。はい、誰や穴の町って書いてんの。はい、今名古屋方面から穴の町さん、明けましておめでとうございます。ダンサーズからだね。返すんだ一応。さん、ありがとう。ね、ね、なんちゃんは2019は、はい、2019ですか、うん、始まって2日、まだ始まって2日、2日アナル、え、言わすな。あ、言っちゃったし、可愛いか、まいちゃんにそんな単語言わさない。交互期待で、こう、やめて、ほら、乗るな、乗るな、ね、みんな妄想しちゃうから、みんな、このね、そう、いろいろ考えちゃうから、まいちゃん可愛いんだから、愛が崩れていく、うん、崩れていく、崩さないで、今年は崩れないように、イエス、イエス、はい、はい、今年は崩れないそうなんで、今年は崩れない、ね、OIT が全力で知りません、まいちゃんが崩れないように、私は守っていきたいと思います。気になるメールも一通来てるんですね。Wow. ガラスの青年さんから、はい、なんてなんてなんて、はい、明けましておめでとうございます。はい、ということで、はい、目標ね、うん、2019的目標はね、はい、気になる方に、うん、自己アピール、事故っても交通事故とかの事故で、事故ですね、そのアピールですね。はい、多すぎて、事故が多すぎて伝わらないって。ね、滑り王子並みって。はい、いいように滑ってると思います。そうそうそう、はい、だけどさ、うん、ダメだな、ダメでいいけど気持ちがねって、うん、てんてんてん、伝わるよう頑張ってみるということで、うん、そんな今日、うん、ストリーム見ながら、うん、グビグビビールしてるということで、無理だなこれ。でももう事故、してることで、もう事故してるね。はい、まずユーストリームはもうやってません。はい。事故し、これで事故してるよね。ツイキャスか、うん、YouTube です。そうですね。はい、ということでーす。早速事故りましたね。はい、事故りましたね。はい。でも大事故だねこれ。寝ないでください、のりさん。やばいね。ありがとう、起こしてくれた。はい、見逃しませんよ。はい、じゃあ、メイドのあっちに行っちゃう人だよ、ね、これ、ね、だからさ、あとブルーミーさんから来てるね。次行きましょうか。どうぞ。はい、それでは続いていきましょう。クリムーンラジオの MC の方々、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。明けおめことよろと使うのは否定的なラジオネーム、ブルーミーです。ということでいただいてます、ありがとうございます。はい、明けおめ。テーマ2019。今年2019年の目標は、去年は一度しか行けなかった公開放送に多く参加すること、国家試験合格、趣味のカメラをもう少し極めることかなということで、まあ、合格を目指すということですね。はい、去年は仕事に当たることが多くてなかなか公開放送に参加できなかったので、なるべく行けるようにしたいですね。それから国家試験まで残り1ヶ月を切りましたけど、正直言って自信がないですが、挑戦あるのみなので頑張ります。趣味のカメラはまだ初心者なので、もう少し腕を磨いて少しでも極めることが目標ですね。それでは皆さん、今年も楽しい放送をよろしくお願いします。終わりということで、ありがとうございます。なんだろうね、国家試験、なんか試験頑張ってほしい、ね、でもそうですね、なんか去年近々あるみたいだから、去年なんかね、とりあえずブルーミーのメール終わってから、うん、はけます。誰か指名していただければ楽しいんじゃないかな、指名制にして、ね、ブルーミーさん、あんまり飲みすぎないでね。同年代の、はい、チブル長いやつ、さあそれでは誰が来るんでしょうか。チブル長いやつに声かけてくださいね。ガッパ近いです。ありがとうございます。ありがとうございます。穴町ののりさんでした。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ。はい、じゃあ、はい、あとね、エイミー姫から今いつ来てるんで、いい、ね、ホワイティーお願いしていいかな。はい、はい、大丈夫ですか。お
オッケー、読んじゃっていい。はい、どっちで読む？こっちで。そうですね、はい、いいかも。はいよ、来てます、こんばんは、明けましておめでとうございます。これ誰？あ、来たよ、フリムメンバーの皆さん、ゲストの方、リスナーの皆さん、兵庫のミーさんでーす。ミーさん、ありがとうございます。あれ？オッケー、ミーさんで。えみひめも、読みます、すぐに。はい、はい、出遅れました、本年もよろしくお願いします。年末年始仕事で、どうも正月気分ではありません。仕事してるんだね。神社のおみくじも末吉やし、イオンのくじも末吉やし、楽天のくじも末吉やし、微妙やってかやばいっしょ。なんとかせねば2019年、三振を極めていきます。金運もやってくるよう神社に毎月行きます。神様と仲良くなるしかない。では皆様、またメール出します。どうぞ今年も何卒よろしくお願いします。です、まったよって。はい、ありがとうございます。兄さん元気だね、全部末吉。まあでもね、同じものが出たということは本当に末吉なんでしょう。あ、だから ね、でも末でがっつりいいこと来るかもしれない。そうですよ、これいい方に取ろう、ね、今日じゃないですから。今日じゃ大丈夫です。後ほどがっつり来る方も来るんで、はい、待っててください。はい、というわけでえみひめいきますか。はい、えみひめいっちゃっていいですか。はい、フリムーンラジオの皆さん、名古屋の皆さん、フリムーンズの皆さん、お疲れ様です。はい、フリムーンズの皆さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。2018年、19年だよ、えみひめ。18年の目標が3キロ痩せる。はいはいはい、達成できません。はい、美味しいのが出てくるのでダメでした。そして2019年の目標、旅行に行く。お、近くでも良いです。私は旅行に何年も行ったことないです。行けたら幸せですって。幸せですよね。もう旅行はすね、もう新しい発見が、ね、リセットできるからね。そうです、そうです、ね、ぜひしんちゃんお願いします。連れてってあげてください。エイミーを連れて行ってください。はい、なんかこんな映画あったよね、私を何年に連れてってみたいな。結構古いですよでもこれね、私をスキーに連れてって、バレる、バレる的なね。はい、こんな感じでしんちゃんお願いします。さあ、ということで、うん、だってメール読んでる間にまたゲストさんが入れ替わりましたので、はい、さあ自己紹介をじゃあお願いしていいですか。あ、マイクね今調整してますんで。はい、さあではちょっと待ってくださいね、今マイクをきれいに調整しております。はい、はい、どうぞ。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。モアイ大好きひとみこちゃんです。はい、いらっしゃいませ。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今日は一般社団法人新生の皆さんと一緒に遊びに来ました。はい、ありがとうございます。ね、今すね、ツイキャスとか YouTube で見ている方、後ろに、ね、何人もいらっしゃるんですけれど、うんうんうん、はい、その方がみんなその方ですか。はい。あ、はい、わけわかんない。その方がその方で。キマさんからね、ご挨拶を。はい。なんか沖縄の昔話のね、DVD、はい、作成してるんですよね。そうなんですよ。はい、事業所内で、うん、本当は仕掛け人のキマというのがいるんですけど、仕掛け人。ちょっと仕掛け人、お酒に溺れそうになってですね。え、そうなの？ちょっと出足が。まあね、新年ですからね。なんということでしょう、仕掛け人が溺れている。そうなんですよ。で、うんうん、私一応事業所の 所長というか代表してます。ごめんなさい、ちょっとマイクもうちょっと。近くで。近くで。はい。OK です。で、うん、就労サポート申請っていうところで、うん、うん、仕掛け人が来ました。仕掛け人が今。アニメ制作をしている仕掛け人、ね、キマがいるんですけど、はいはい、今ツイキャスの方には今、DVD のジャケットをご覧いただいております。ちょっと光ってますんで、はい、ご了承ください、うんうん、はい、彼がですね、うん、沖縄の昔話ですね、うん、あ、今綺麗に見えてます。仕掛け人の方はどうぞこの後ろに来てくれますか。さあ映っていないんです 今カメラに。ね、素敵な活動してるんですよね。そうですね、はい、うん、ありがとうございます。もうね、こんな番組にこうやって宣伝に来ていただいて、本当に本当にすいません。でもこの仕掛け人、視覚障害者なんですよ。お、あ、で、透析なので、うん、週に
3日ぐらいしか活動できなくて、あなのにこういう DVD が撮れるってなんかすごくないですか。結構時間かかりますよね。ノリで絵を描いていくので、ノリノリなんですか一気にガーって描いていって、はい、まあ、色付けは他の人にしてもらうんですけど、うんうんうん、もうこのスタッフがかわいそうなんですよ、うんうんうん、遅い遅いって叱られたばっかりで仕掛け人が怒る、遅いと、早く色を塗れと、はい、視覚障害者なのに早いんですよ、仕事が。あ、なるほど。もう人生はせっかちですから。あ、なるほど。あ、まあ3日の分、その分その3日に全てをかけるということで、なるほど、なるほど、はい、3日間がすごいんですね、じゃあね。この隣にいる彼女がね、うん、いつももう困ってて、うんうん、吉田君って言ってもうちょっとぽっちゃりしたスノーマンみたいな子がいるんだけど、はい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 、彼と2人にもう泣きそうになりながら一生懸命やってましたよ、うん、そうなんですね、うん、そんなに泣かせなくていいんじゃないでしょうか。世の中はね、すごい、うん、いいこと言ってます。生きるか死ぬかなんだと教えてくれ、うん、うん、あ、よかった、ね、今、うん、死ぬ、あ、ごめんなさい、これマイクが マイクが入ってない入ってない、あら、マイクが入ってない。人生は死ぬか生きるか、うん、別れるか残るかどっちかしかないんだから、うん、しばしやりなさいと教えてます。素晴らしい、素晴らしい。なんか今私たちは何の時代を生きているんでしょうかって、なんかいろいろ考えさせられる言葉でしたねで前回もやられてて、マダン橋由来記っていうのが作成されていて、それで2回目です今回出演。あ、自分もね、ひとみつさん、うん、その時に主役で、はい、そうですそうです、人柱になる役を、うん、はい、見させていただきました、うん、それもで今回も逆立ち幽霊の役を、うん、したので、うん、もう、うん、今度はゾンビかなって思って、うん、あれゾンビあれひとみさん、あれ言いましょう、あれ、うん、何あれ聞きたい、聞きたい、聞きたい、え、好きな言葉、好きな言葉、好きな言葉、あ、聞きたい旦那ファクルくださいっていう逆立ちの幽霊が言うんですよ、あ、そうなんだ、それは今回の、今回に入ってるんですね、はい、あ、すごい皆さんも聞きどころ満載でございます、はい、聞きどころ見どころがね、うん、ミーファ以外にですね、うん、はい、マイク使う、あ、自分じゃあ、あ、ちょっとそれなんかうまく、ごめんなさい、マイクが入ってないみたいなんで、立ち位置変えましょうって、今ね、ちょっと今、席を用意しますので、はい、はい、お願いします。では、喋ってもらいましょう。また一つお願いします。はい、この民話はですね、うん、今回は特に内縄口、僕なんかはもうね、40代なんですけど、中途半端なので方言しかわからない、うん、方言を未来に残さんといけないということで、うん、本格的に、方言をセリフに入れて、うん、高齢者の方から学んだ上でのセリフを作っていったっていうのと、うん、あと僕がどうしてもやりたかったのはアニメではなくて、僕は実はフレディ・マーキュリーがもともと好きで、あ、クイーン、僕名前ギマって言うんですけどね、うん、フレディ・ギマーキュリーって言って、自分で余興をやって回ってるんですよ、実はあの結婚式とか余興で、それを、今回、DVD ミーワーを2話入れてますが、その間にコマーシャルとして、うん、フレディ・ギマーキュリーでカップヌードルのコマーシャル作ったり、うん、昔ねカップヌードル出てましたもんね、出てたね、はい、あったね、ありました、ありました、とあと僕が好きな北島三郎のサブちゃんで酒茶漬けのコマーシャルも一応入れたと全部オリジナルで作ってますね。ぜひ、うんうん、これを県立図書館にまた今月の10日に、うんうんうん、寄贈することになってます。あ、でこれも一応新聞両社、新報タイムスが、うん、取材を受けますが、はい、実は県立図書館の方も これをぜひ、試写できるように、うんうんうん、県内の方々、うん、見れるようにということで、うん、それも全部うちの今回の作品は特に力入れてますので、はい、私のぜひギマーキュリーを見ていただきたいなと思っております。はい、すごい素敵な活動だよね。そうですね、本当に素敵な活動をしていただいて、本当にもうこちらがね、恐縮ですよ、本当にね、いいんでしょうか、ね、もうお酒も正直入ってますけどもみんなはい、はい、じゃあまた何かちょっともう一つ、そうですね、今後ろにね、うん、いただいている方、もしよかったら
コメントありますか？一言お願いします。一言、うん、うん、イラストレーターとして一応こちらに入って、うん、まだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、うんうん、このパッケージのちょっとデザインをさせてもらいました。うん、すごい素敵。素敵ですね、うん、すごい可愛いんですよ。うん、はい、なんかあの彼女がそう、あの、はい、一人一人のね似顔絵も描いてるんですけど、はい、すごいねちょっと特徴を捉えてて、はい、それでいてこの可愛いっていう、はい、そうですね、自分を超可愛くした、うん、本当だ一番可愛い自分を、さすが自分をね、ちょっと何かを感じます、はい、こういうナルシスト、はい、うん、ナルシストを感じますもうでもそれも素敵です、加えて人生は余興だって言って、うん、人生は余興だってすごいですね、なんかねいい言葉ですねこれね、うんうん、なんか簡単に聞こえるけどすごく、うん、後からこのじわっとくる、あ、はい、なるほどね、はい、余興なんだと思えば許せることもたくさん出てくるのかなって思いますね。そうですね、はい、素敵です、もう、はい、ということでちょっと、うん、お時間が来てしまいましたので、はい、はいはい、ね、もうこんな番組にも改めて告知こんなって言わないよありがとうございます、本当ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、よろしくお願いします、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はい、ということでね、新年早々なんかすごい心がほっこりするね、告知をいただきました。本当だね、ありがとうございます。ナルトルとの会話ではこういうことは絶対ないね。ないですね、うん、はい、ほっこりしない、ございません、キリがいいな、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、そして、うん、今、ジャケットの、ツイキャスというか YouTube の、うん、撮影、ジャケットの YouTube の撮影、ね、先ほどのジャケットを、ね、あのカメラに見せてくれましたけれども、はい、誰、一旦どうしましょう、一旦大丈夫です、一旦大丈夫、行かなくて大丈夫、はい、はい、ということで続いてのスペシャルゲストさん、まさかの、いらっしゃー、まさかの、どうぞ、くんちょ、あれパックンチョ、あれパックンチョ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、何、ドア閉めようねゲストにドアを閉めさせる、させる番組です、はい、こういう番組です、はいはい、はい、来た、しもしも、しもしも、すいませんあの、あんまりふざけたことすると走ります、30秒で切ります、はい、30秒で切ります、はい、北海道の純ちゃん、ごっくんおじさんできてます、はい、ありがとうございます、その通り、明けましておめでとうございます、2019年のひふみです、ごっくんちゃん、ごっくんちゃん、いいね、今日、今年もいいごっくんちょしてますね、あ、今日もいいごっくんちょしてますよ、もうしかも今日はなんか清掃で来ていただいてて、いや、今日はあのひふみズバー、あの、お休みということで、はい、オフのマスター僕してみました、あ、なんか仕事、なるほど、あ、立候補、タムキアチャーナマンジスが言ってからに、2019年は、政治家を目指すそうですね、なるほどなるほど、はい、そうです、あの党から出ます、たくさんスポンサーつけないと、はい、そうです、ね、もうこれ、これやめなさい、やめなさい、やめなさい、すいません、ちょっと巻いていいですか、あ、どうぞ、ね、そんなひふみずバー、今年はいつから、明日からやろう、おい、明日から、1月3日から、はい、ちなみに通常放送ですか、内容は、ツイキャスナイトをしますので大好きなんです、よろしくじゃあお悩みが来てないんですよ、あ、やっぱりまあ年またぎですからね、お悩み言ったらさ、ひふみがその場であの解決した、解決したから自分も送らないからあ、なるほどねいや、マジ飛んで相談するかマジ飛んで相談するか、真剣に答えて、あ、番組にならないと思ったね、ちゃんとこう番組のね、はい、ことも考えて、僕の答えはあだったけど、うん、皆さんのアンサーかどうかわからないよ、なるほど、みんなからどういう答えが来るかわからない、あ、イフミズバーはお悩み解決番組なんですけども、うん、僕が解決するんではなくて、うん、ツイキャスの皆様が解決する番組です、なるほど、そうなんです、ちなみに2018年は解決したの、しましたよ、番内解決した、なんかね、いろいろとね、もう解決した方のメールからもね、僕も見ましたけど、すごい素敵、2019年は、え、解決します、ちなみにひふみの2019年は、2019年は、うんうん、何するのラジオしますよそれは分かるから、それ以外の営業時間を伸ばすオパーシです、うわー、時間拡大を目指すということで、さすが、ジンモチャや、ジンモチャ違うな、さすがね、もうあのスポンサー読みで何分読んでるんでしょうかっていうね、本当に羨ましいですよ、ね、え、待ってよ、ひふみさん、去年の伝説の台風特番以来ですバーモントさんから、バーモントさんから、はい、いただいております、私を呼ぶ男、はい、だからよ木曜日も来てください
ね、これいいね、沖縄にわんじゅうさん、今度はフリームメンバーで悩み相談出してみては、あ、多分解決できないと思う。じゃあそれはみんなあるだよ、フリームメンバーのお悩みを皮膚水場で取り上げて、うんうん、リスナーの皆さんがアンサー答えるっていう、あ、リスナー、うん、そう、あ、ツイキャツイキャ、あ、皆さん、ツイキャ、一瞬ディスナーって聞こえたけど、気のせいかな、ディス、ディスらないで、ね、発音が一瞬聞こえたわけ、リスナー、リスナー、発音が悪いから、ごっくりちょいいんだよ、リスナー、ごっくりちょい、わざと言いにくくして、わざとね、もう口をすぼめてますから、今ね、わざと口すぼめて、あくまでも、やめなさい、噂ですから、それなんか、ほもうだほもうみたいな、皆さん、こんばんは、あけまして、おめでとうございます、息遣い、息遣い。2019年のホモーダホモーでございます。はい、めちゃちゃん、あ、めちゃん、めちゃん、めちゃん、あの、違うんですよ、めちゃん来てる、明日って番組やりますかって、あ、はい、ひふみさんがやると言ってたのでやると思います。ホモーダ、ホモーダさん。いいね、はい、これも MC たちがお悩みを増幅増幅させると、さらに増やすんだね、さらにね、あ、いいですよ、ね、いいですよ、フリームメンバーの悩みは深いからね、はい、深いですからね、もうみんな皮膚水は営業始まったら鍵かけてますんで、チェーンかけて誰も入らないようにしてます。誰も乱入できないんだよここ、うん、そう、恐ろしいんだよ、うん、そうだから窓越しで皮膚水が手振ってるだけなんだよ。そうなんですよ、あれ、何、ダイヤモンドカッター持ってこようか、やめなさい、ガラス用強行突破じゃないですか、それ。もう本当に。ダイヤモンドだね。はい、ということで、はい、そろそろ時間ですか？ズキヤカのチャンネル。バヌシみたい人がいい。誰がバヌシ？はい、ズキヤカのチャンネルさん。この方はあまり見ないお名前ですね。もしかしたら初めてですか？はい、ありがとうございます。ひふみファンだな。近所の22です。あ、近所の22。近所の1ポイント、あとね、はい、もうそろそろ第1部は終わりますので、あっという間ですよ、また9時からね、ちょっと4分休憩挟んで、はい、そうですね、 CM を挟みまして、9時からまたね第2部開始ということなんですけど、はい、第2部は多分あの最近ちょっとリスナーにやったばかりの、うん、またこれまたちょっとすごい人が来ると思うので、あ、あのその人あたりにあの一発芸ちょっと募集しようかなと思って、はい、もしあのツイキャスで、はい、あららら素敵、コメントでいい一発芸あったら、はい、コメント、あのコメントどんどんよろしくお願いしますということで、これはあの、はい、ちゃんとナルトラがチェックして、はい、あの最後らへんにさせますので、これで 誰に言いますの、はい、誰が言うの、一発ギャグは、一発ギャグはさあ、ね、4が最初につくのかな、あ、ね、ラジオネームはね、誰かが分からないと、あ、じゃ あ, あ、はい、もうバラしましょうか、はい、あの四つ葉のアキナさん入れる予定なので、四つ葉のアキナさん、初めましての四つ葉のアキナさんでございます、はい、四つ葉のアキナこと、中折れアキラでしょに、あのちょっとやってほしい一発ギャグ、ゲイでもいいので、はい、大募集します、はい、ツイキャスで、これでもわからない人に答えを言いましょう、局長です。FM ギガの局長です、局長が、ね、局長が来ます、はい、はい、はい、ということで、9時からはい第2部を、第2部いきます、お送りしたいと思います、そろそろです、ステイチューン、第1部、はい、行ってみたかった、それではこの後4分後チャンネルはそのまま。
声の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。はい、なんでインターネットか。いや、違いますよ。ホエティさんの子供の学園祭があって、笛の調子がおかしいんですよ。はや、だだだかしてみた。あ、うん、ダブってみようやど。笛の調子がおかしい。あ、よし、あや。あ、わかった。どうぞ。どきどきよ。せーの。どーれ。なに今の。なに今の音。ハゲチャペン、替えのパンツ。フリブンラジオ。はい。はいはい、第2部でございますよ、ナルトラスさん。ちょっとね、今、僕、エコさんとちょっと、うん。打ち合わせをしてすいません、ホワイティさんに言ってなかったですね。いいんです僕が最初の隣を行こうかなと思っただけです。はい、というわけでですね、なんとフリムーン年賀状が届いてるんですよ。うわー、すごい、ありがとうございます。さすがフリムーン。このね、いいですか、飲んでますか、明けおめからのことよろムーン。さあ誰でしょう。そうです、ソラシドおばさんです。早いな、ね、ソラシドおばさん、お酒もね無事に届いてます。ありがとうございます。もう、ガチでなくなりそうです。マジで一生瓶2本があるんですけど、ガチでなくなりそうです。で、一杯しか飲んでないんだけど。もう、一杯しか飲んでない、俺結構飲んだな。だからよ、はい、であとね、ラジオネームいっぱちゆみんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。最近はメール遅れてませんが、聞けるときは楽しみしてます。ちばりよーって来てます。感謝、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで年賀状は年賀状以上です、はい、あとはひふみずバーがいっぱい来てます。あもうスポンサーから何枚も来てましたもんね。明日紹介されるのかな。もっとなかったっけ。結構ありましたよ、ね、本当に。いいよ、うん、いいよ、あっちだけね。いいよ、山ちん気を使わなくていいんだよ、はい、ありがとうございます。で、はい、ダンサーズさんから、はい、四つ葉の明菜さん、明けましておめでとうございます。誰誰、四つ葉の明菜で誰誰誰誰でしょう。誰誰、はい、この方、はい、四つ葉の明菜です、よろしくお願いします。なんで明菜になったのか。はい、びっくりよね、うん、だからね、ということで、うん、多分、うん、そろそろ、うん、みんなから、うん、やってほしい一発芸届くと思うので、覚悟しといてくださいね。特にめいちゃんが張り切ってます。だからさ、これ振りをする時点で間違ってると思う。え、エコさんの一発芸やろうよ、うん、あ、ミキサーだからやれてくないです。はい、逃げた。ねえ、あの人しょっちゅう逃げる。すぐこんなするんだよ。あの人はえぐって遊ぶの得意なんだけど、やられるのダメなんで。はっきり言います。この前ね、台風特番でかなりえぐられてましたよ。うん、だからえぐられると自分ダメなわけ。へこんだ。へこんだ。ちょっと弱い。えぐる、ド S、ド S 気味の方が調子いいんで。今みたいに、今みたいに、はい、そうかな。二次会ではド M になると思います。はい、大丈夫。楽しみに。純ちゃんがド S になるもんね。そうそう、大丈夫です。やばいと思ったらグラス持ったまま寝ます。攻めるの大好き。手振りをするそうです。特技です。攻めるの大好きだから。はい、この後放送後ですね、はい、二次会がありますんで、はい、そうなんですよ。はい、さらに飲みたいと思います。で、ナルトラだけ反省会な、なんてやねん。ねえ、オッケー、オッケー、じゃあメールいっちゃう。いいよ、いっぱい来てるんでどうぞ。いっぱい来てます。すごいね。2019ですよ。はい、フリムーンラジオの皆さん、チーム名古屋の皆さん、愉快なフリムーン仲間の皆さん、明けおめ、今よろ。今よろ。ことよろのこと言いたいな。あ、来てる来てる。萌え大好きひとみこちゃんでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは早速今年お初のテーマ2019。はい、私は2019年の誓いを立てました。それは。うん。うん、バイキングには行かないということです。だってあんなの全種類食べてたら死にそうになるくらい食べちゃうんですもの。食べちゃう。お正月もいっぱい食べて飲んでやばいです、うん、皆さんも気をつけてくださいね。今日は一般社団法人、就労サポート新生の方たちとお邪魔しますので、沖縄の民にはを、大事に使ったアニメの宣伝させてください。もうがっつりさせましたよ。あ、先ほどのしていただきちゃいましたよ。もう絶対ね、いい民話ですので皆さん見てくださいね、機会の時は。はい、はい、はい、
で、行っちゃっていい？次。はい、どうぞ。はい、フリムーンの皆様、明けましておめでとうございます。埼玉のはちみつ一家です。おお、すごい、ありがとうございます、はいね、本年もどうぞよろしくお願いします、縁も竹縄のところ大変失礼します。すごい礼儀が、テーマの2019ですが、はい、今年はバイクの大型免許の取得ですって、うん、なるほど、すごい。そしてカフェレーサーを買うこと、うん、ちなみにカフェレーサーはバイクのスタイルの振るむことです、はい、うん、どういうことね、家族には秋くらいから大型撮りたいなと聞こえるか聞こえないかくらいの微妙なボリュームでつぶやいて大型免許取得に向けての種まきをしてます。どうか芽が出ますように。欲しいバイクはこんな感じです。なるほど、普通に送信。あ、すごいね。そう、あの昔のさ、イタリア系のさ、ね、イタリア系のバイクだね、うん、で、あの、だいたいセパハンで毎日文字になるっていうのがクラシック系のバイクでね、できればあの、うん、ノンカウルタイプ、ネイキッドタイプで、ね、あの今みたいに、はい、ハンドルをアップハンドルじゃなくて、うん、セパレートといってはもう垂直になるような感じ、ね、そうそう、こういう雰囲気のやつがカフェレーサー。なるほど、すごいですね。皆さん、ちゃんとね、うん、2019の目標ってあるんだ ねということで、ね、四つ葉の秋菜さんあります？そう、四つ葉の秋菜の目標は、僕の目標、実はね、去年ここでちょっと行ったのが、うん、僕はあの、あれなんですよ、うん、あの、何年間か童貞だったんですよ。はい、何年間かね、夫婦でしたよね。あ、まあまあまあ、あ、その辺はちょっと言わないで。叩かれて、はい、叩かれて、あの横軽く叩かれて、ね、トントンされて、トントン、はい、で、そのあ、帰るんだ。で、その目標、童貞を捨てるというのを、はい、一応達成されまして。お、素晴らしい。で、新たな目標はですね、はい、あのどうしようかなって考えてます。いや、早く言っちゃって。ってもうアゴベルトさんから今ツッコミ入って、長いマイクで美女とナイスガイ。そうそうそう。これのせいか。もうやばい、やばいね、長いマイク。はい、これね、いいよ、今年は今年で。だから今年をちょっとまだ考えてないんですよ、この、うん、もう一応去年の目標達成できたと、うん、じゃあ今年どうするかっていうのが、うん、なかなかいい、なんていうのかな、うん、なかなか思いつかなくて。あ、なるほど。逆に皆さんに僕アドバイスもらおうかなと思ってて。アドバイス、もうほら、うん、真面目な話です。真面目な話。あ、なるほど。一度も、うん、あの、なんていうのかな、まあ、あの、うん、5年チェリーは捨てました。はい、5年長いね。長いでしょ、うん、その後ですよ、どうすればいいのかなっていう、今年は、うん、あ、自分は新たな出会いを求めればいいんじゃないでしょうかと思いますけども、ね、そうですよ。もう別に何ら何らこの問題がなければ、はい、どんどん新しい花に移っていけばいいんじゃないでしょうか。そうですね、蝶のように、ね、蝶のように、蝶のように華麗に舞い、ね、なるほど、離れたんですから、はい、はい、いろんな花がありますから、世の中に世の中に、ね、いろんな花がありますから、はい、あ、そうなんですか。梅雨時は、はい、アジサイ、アジサイ、夏は朝顔という、夏は、ね、真夏はひまわりという、そうです、そんな感じでいろいろ移っていけばいいんじゃないでしょうか。なるほど、じゃあ、はい、季節ごとに移るというのを、はい、そうです、じゃあ目標にします。そうです、そうですね、はい、そうです、はい、人だってそうです。夏は半袖冬は長袖、うん、ね、着替えるでしょ。それと同じような状態。同じなんですか。それ同じです。そうですか。そうです、あの TPO に合わせてもういろんなことをしてもいいんじゃないでしょうか。いい、そうです、何の障害もなければです何の障害もないです。ただあの後で金銭的とかいろいろ弁護士挟むとかいろいろ揉めるときはもうやめたほうがいいです。大丈夫です。そういうのがなければ。ホワイティさん、ホワイティさん、かなり、はい、かなり気持ちが入ってます。そうそう、やめてください、マジモード入ってます。マジモードにちょっと真剣に入ってしまいました。ホワイティさんはどうなんですか。え私はいろんな花が好きですいろんな服装が好きです、はい、いろんな、どういうこと。大好きです。どういうことですか。いろいろ大好きです。みんなのことが大好きです。すごい、んみんなのことが大好きです。あ、うまく、すべてを、すべてを、すべてを ね、聖母マリアのように包み込む。大人の会話すぎて、いや、はい、すべてを包み込むんです。大人は、そうです、大人は迷ってる場合じゃないの迷ってる場合じゃないですか。あと何年生きられると思ってんの、私たち。ちょっと山ちん、はい、そうだね、本当にそうですよね、いいですか、みんなで花見つけましょう、ね、そうよ、この世に頑張って。花ということで、うん、みんなあれなんですか、2019の目標は行ってるんですか。行ってないです。行ってない、行ってないはずよ。エコちゃん行った。エコちゃん、自分まだ
エコちゃんじゃあどうせわかるから、じゃあ前さんから言う、うん、さっきちょっとうっかり変な発言してた、ね、本当ね、変な発言してたね、してた、さっきちょっとやばい、なんかやばかったね、やばかった、真面目なやついっちゃう、真面目なやつ、あ、オッケーオッケー、そうそう、やっぱりね、うん、最初はこう、うんうん、真面目なやつ、去年が確かフリームーンで新しい自分を見つけるだったんですよ、うん、だったんですけど、新しい自分を見つけすぎて、うん、自分迷走したので、はい、今年はどうしましょうかね、絞る、絞ろうかな、自分を絞って、いや、まだ絞んない方がいいよ、絞んない方がいいですか、もったいないよ、今絞ったら、今、もっともっと開拓して、いっぱい見つけたものをもうちょっとレベルアップしてから、うん、レベルアップ、うん、そうね、それいいかもしれない、ね、ランクアップして溺れてみようかなと、あ、素敵素敵じゃあ溺れて溺れて溺れて、はい、何に職場の先輩言われたんですよ、一度は、うん、溺れなさいと、はい、そうだよ、はい、溺れなさい、頭で考えるからお前は何でも遅いんだって言われたので、うん、素敵、いいね、いい先輩、いい先輩、いい言葉ですよ、はい、お姉様が溺れなさい、はい、溺れろって言われたので、2019年溺れるということで、溺れる、はい、何事も、はい、いいっすね、素晴らしい、じゃあ溺れるということで、はい、山口の岩国の海遊さんがね、はい、メール来てるんですけど、はい、年末年始に沖縄ラジオ聖地巡礼来てましたね、はい、方々の旅に最高に楽しめたということで、あ、すごい、ナルトラさんも一緒に暑い夜を南国の南国の夜で、あ、なるほど、楽しめたということで、そうそうそう、一緒にさ、その南国の夜一晩、はいはい、暑い夜ってそういうことじゃないですか、で、聖地巡礼したわけよ、うん、聖地の聖がちょっと変な聖になってるけど、あ、なるほど、なんかね、今ツイッターのコメントでもね、ナルトラと一緒に聖地巡礼したということで、いや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、メインのために言わせてください、はい、僕は一緒には行ってません、あ、そうなんです、ね、あ、びっくりした、びっくりした、で、海遊さん、アキレス腱攻められるのが快感って、あ、なるほど、ナルトラさん、エンゼルリップってなんすか、いやいや、これこれチェリーの拾っていいのこれね、ナルトラに聞いた方がいいと思うよ、うん、チェリーナルトラチェリーなの、エンゼルリップはナルトラさん のテリトリーですからね、そう、テリトリーだから、はい、ね、辻松山は僕のテリトリー、なんでやねんなんでやねん、おい、ノリツッコミ、ウェーイ、ちょっと本物の地元の言葉が出てしまってますね、今日はナルトラまだ素人が最近ずっとここ何年チェリーなわけ、うん、素人相手に、何年ですか、俺去年ほら行ったじゃん、やめて、だからやめて、だからプロにそのプロがいっぱいいるところではいはいはい、脱チェリーしたわけよ、だからプロ、そのプロ、今ですね、今四つ葉のアキナさんがですね、はい、その先ほど話題に上がったお店を検索しました、すごいね、すごいね、木村太郎並みに今検索しました、すごい木村太郎並みですね、検索の仕方、すごい、いいですか、じゃあ盛り上がってるところちょっとメール行っちゃっていいですか、はい、はい、どうぞ、はい、はい、フリムーンオールスターズの皆様、ね、こんばんは、四国徳島のバーモントです、バーモントさん、ありがとうございます、今年は昨年台風が3個も家に上陸したのにびくともしなかったという四国の右下にある私の実家でハイボールを飲みながら聞いております、本年もよろしくお願いいたします、お願いします、はい、さて今夜のテーマは2019、やっぱり沖縄に行く回数を増やしたいですね、年に1回2回のペースが物足りないというわけで、突然ですが来たる3月20日水曜の夜 FM ギノワンにお邪魔します、聞いた、はい、聞いてなかった、今四つ葉のアッキナさんがちょっと繰り返していい、リピートアフターミーしていい、はい、はい、いいよ、いくよ、はい、突然ですが来たる3月20日水曜の夜 FM ギノワンにお邪魔しますと、おー、すごい、バーモントさん、フリムーンオールスターズの皆様よろしくです、はい、そして、2019年はイノシシ年ね、実は私、はい、年男なんです、あら、なのでキープローリングをテーマに日々ちょっと猛進したいと思います、はい、ちなみに新年の年越しは東京で迎えました、昨年大ヒットした映画カメラを止めるなの、絶叫上映会&カウントダウン年越し上映会に参加するため池袋から川崎へ映画館をはしごしちゃいました、帰りに出演者の方と、昼夜運転の電車の中で語り合うという初夢のような体験もさせていただきました、断っておきますが追っかけではありませんよ、たまたま帰る方向が同じだっただけですからとかっこ笑って、今年はどんな新しいエンターテインメントに出会えるか楽しみです、ではでは、やらいいっすね、すごいね、ね、すごいっすね、いや本当にね、カメラを止めるの本当すごい話題だから、ね、まだ見てないっすね、自分も見てない、見たい、すごい見たい、今度一緒に行く、行きたい、行こう、行きましょう、オッケー、行こう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 、今一旦 CM 行きましょう、はいよ、はい、CM に行こう、真面目かこら
秋様や、この古物の番組やってる順にわたふらと思われてないかや。だからよ、リスナーまでみんな古物封じになって、そろそろ古物ラジオ終わるんじゃないか。はい、ノーガン。マリは古物の人大好き、萌え萌えキュン。フリムでよかったっすよかった生まれつく感じを見せたいけたいよ見せたねわかるフリムでフリムラジオはいじゃあ行っちゃいますか行きましょう、はい、せーの名古屋ハローおおこの声は滑り野良です滑り野良今日はね王子のねねマブダチということでねちょっとね滑り野良呼んできましたのでねまさかあれですようん、ホワイティさんとね、うん、ねのりさんのためにね曲をね提供していただけるみたいなもんですからね何ちょっとね、うん、滑りの欄に歌っていただきたいと思いますけどもね、はい、よろしいでしょうかね、はい、途中でねバーンだったら困るんだけどね、うん、結構過激なんですけどね、うん、あバーンってね大丈夫かな行くよワン・ツーもう俺は迷わないオーラッシュオーラッシュ奥まで救えれないではい退場退場退場無制約じゃないよ退場で退場でいいですおだまりおだまりだよおだまりおだまり素晴らしいね歌唱力を持った人もね、うん、なんか呼んできたんですけど、うん、皆さんちゃんと届いてますかねうん王子はい姉さんは今日、はい錦姉さんはみんな錦姉さん呼んでたけど錦姉さん待ってるってよみんな錦姉さん、ね、錦のあれは、うん、多分ね来ると思うんだけどあちょっとねタクシーがね、うん、あ本当遅れてるんですよね本当今日はねいろんな、うん、姉さん来ますよおー嬉しい姉さんとで大須姉さんと錦姉さん来ますから、うん、あら素敵ちょっとマスクマンマスクマンあら、はい、あらあら錦姉さんは今どこにいるか分かってるもしかしたらワイハそうよ、ハエバル姉さんとワイハーにいるのあら、そうしてちょっとこれ衛星中継的にちょっと問題があるかもしれないですねもう三元中継が限界やっぱり、じゃあ今日はですねもう本当にね、王子もね、心待ちにしてましたけどもね大須姉さんにね、登場していただきたいと思いますよ今日は大須姉さんが来てます、大須姉さんこれはこっちも喋るはーい、大須姉さんですよテンション高めだ。はじめまして。あ、大須姉さん。はじめまして。はじめまして。大須姉さんは、大須姉さん、いつから大須姉さんに。何を言ったんですか。ずっと前から大須姉さんでーす。ちょっと力強いね。申し訳ないですけど、ベル鳴らしません。大須姉さん、ベル鳴らしていい感じの人ですかね。あ、ダメって、ダメって。急に。大須じゃないんだから。大須姉さん、飲んでます？ちょっと地に戻ってしまいました。大須姉さん、飲んでますよね、今ね。飲んでまーす。やばい。チーム名古屋は、大須姉さんの差し入れのスパークリングワイン、うん、愛知県西尾市のスパークリングワインを飲んで。なるほど。日本酒でーす。あれスパークリングワインじゃありません。ごめんなさい。誰誰この声はこの声、錦姉さんじゃないんですか今のはいや、大須姉さんです。お、あれたまにね、地に戻ってしまうんです。大須姉さん。はい。大須姉さん、今こちらバルネいないんですけど、私からちょっと質問していいですかいいです週に、何回、うん、うわ、来た7回でーすやっぱりマックス何かよ素敵いや素敵です、大須姉さん素晴らしいさすがですもうね、うん、もうね、もうピンピンです何がやねんピンピンって何何やねん大須姉さん私、とんでもない人
に呼んでしまいました。あ、本当ですね。虫姉さんよりもパワーアップした姉さんが、うん、大丈夫でしょうか。はい、なんかモス姉さんはあのオース姉さんは滑り芸が得意なんでしょうかね、うん、本当に。あー聞きたい。え、なんです、ちょっと声が聞こえにくかったです。オース姉さんのオース姉さんの若干滑りトークっていうのがあるって聞いたんですけど。はい、もうね、まあ、お姉さんのね滑りトークは王子からねもう伝授されてる、もうピリピリ滑ってます。マスクダメだ、もうダメだ、不覚にもらってしまいました。滑るのも前提なのね。オース姉さん、オース姉さん、すいません、バーモントさんからですね、はいはい、オース姉さん、うん、2月24日日曜日に、うん、これオースのライブハウスですね、ラブホースですね、に行きまして、オース姉さん知ってますよね、もちろん。もうね、オースは私のテリトリーなのよ。オース姉さん、オス姉さんガチでオス好きなんで詳しいと思います。そうなんですね、はい、あ素敵ですね。はい、ということで、はい、ということで、そろそろどうあれするんですか。もうそろそろ、え、もうそろそろ終わりですか。これは締めるんですか。そろそろ王子の出番かなと思いまして、うん、はい、はい、で、あの、うん、今の時間帯あの王子出てないですよね。はい、ちょっとねあのおしゃべりしたいなと思うんですけど、でもちょっとね悪が強いのがね、ね、あの滑りのらとね、ね、滑り姉さん、もしかしたらオース姉さん伝授した覚えはないんですけど、かなり滑ってますよね。王子もタジタジうわすごいな。王子やばいですよ。あの進撃のめいちゃんが、はい、オース姉さんレギュラーが決定。あー素敵。そうだよね、素敵。あのね、あの満勝寺にお祓いしましょうって言ってますから。あの最近ね、あのね、うん、ちょっとこうパワーが低下してるもんですからね、うん、あのちょっと修行のために出ないといけないと思ってるんですけど、うんうん、でもね、それはね、これもひとえにね、ホワイティさん、あなたのね、あのおまじないのせいなのかな。なんかね、この滑り芸じゃないですけども、この放置プレイ、これがね、とってもね、心に染みてね、あの王子、本当にショックすごいなぁ。はい、退場退場退場、いろいろやって滑るっていうの。退場ダメよ。すごいね、あのこんなによって滑るんだよ。生まれ持った素質だね、天性だね。そうなんですよ、本当に。そういう星の元に。でもね、エコさん大丈夫でしょ。あれ今日はね、ホタルの光が流れないからね、まだまだ行くよ。いやいや、大丈夫、こっちで強制的にカフ下げるから。やがてきますよ。あとまだあのね、どうだろう、3時間くらいはどうだろう、当時のスペシャルで。あのね、メールがいっぱい来てるんで、そろそろやめてこれ読んだわけじゃん、ここもうどうしたらいいの、これいや、どうにもならないでしょ。この人やばいって言われてる。おじはい、おじ、ツイキャスのブルーミーさんが、この際言うけどこの人やばいでしょって来てます。直球だ。そうだね、直球です。分かってるよね。直球来てます。とってもやばいよね、はい、はね、やばいです。でもね、あの今日皆さん分かったと思うんだけど、ね、滑りのらとかさ、オース姉さんってもっとすごいのがいるでしょ、うん、いや王子、本当にノーマルでしょ。王子が一番ひどいから一回お祓いしてきこいって、うん、メールが、あ、メールじゃん、ツイキャスだな、いっぱい来てる ね、 そうですね、お祓いしようってみんなで。あれもしかしたらあれ、今日もあの沖縄極寒な、寒いよ、雰囲気がやっぱり寒い、もう寒い、今日も冷えるわね。クーラー入ってないけど寒いスタジオ、うん、みんなねダウンジャケット着用。そろそろいいですか。はい、え、もう終わりなの。うん、そろそろ切らないと時間が。じゃあまた後からね、あの王子登場しまーす。いや、もうしなくていいです。はい、あ、もう切るよ。すごいぞ、うん、それでも寒い、はい、それでも寒いね、最後まで寒かったね、うん、本当に切った。あの、もうこれ以上登場してない方がいいんで、うん、なんかすごいため息が出ました ね、 ね、でもオース姉さんすごかった ね、 ね、はい、あのオースってね、あの名古屋でいう、うん、あのなんか秋葉原とかに、あの大阪の日本橋とか、うん、そんなところですけど、まあまあそういう店もあるみたいですね。あ、なるほど、はい、ということで余裕が冷めるよ。真面目に解説だけはやりました。冷めたね、はい、冷めたね、若干本当に冷めて冷えたね。冷えも来たよ、なんか冷房入れてんのかなっていうぐらい、ね、スタジオ内すごいね、ある意味本当にすごいと思う、うんうんうん、さあということで、ちょっと今時間をいただいて、はい、あの実は先ほど、スラッシュドーバさんさんそうです年賀状いただきましたけど、なんと
お酒の差し入れ一升瓶。なんでしょう、これはなんでしょう。すごいですね。日本酒ですね、七久保という銘柄と、それから久保田という久保田。焼酎ですよ、久保田は。ありがたくいただいてます、ね、日本酒好きなので。うさがってます。いただいております、ありがとうございます、やばい、久保田はやばいね。やばいね。だけどまだ自分一杯しか飲んでないそれはだってここにいるからだよ、飲めないから。いつも二次会で飲んで、あ、ちょこちょこ飲んできたからいいんだけどさ、うん、はい、エコちゃんは、エコちゃんは、はい、というわけでね、はい、また続いて新しいゲストの方、うん、お見えです。イエーイ、はい、はい、あずまっち、あ、言っちゃった、あ、言っちゃった、ちょっと、ちょっと、あきな、あきな、ごめんなさい。はいはい、お願いします。はい、この流れで登場ですか。きついですね。でもプロだから大丈夫。滑ってよ。大丈夫ですかね、うん、2019年の初ラジオがこれは大丈夫でしょうかね。僕全然大丈夫です。いや、なんか若干いいのかなって思うね、こっちもね、うん、はい、どうも、東勝崎でございます。よろしくお願いします。いい声。いやいやいや、オランの自己紹介です。したっけ。したよ。したか。したよ。はい。あきなんて言ったじゃん。ごめんなさい。あれ。またやりたがってるよ、この人。いやいやいや、大丈夫です。欲しがるから。本当に、あの、一発芸募集してまーす。してないです。すごいですね。そんなことできるんですか。できます。そうです。できるんです。知らなかったなー。できるんです。違うなー。ただの曲調じゃないから、ね。あろあろ。2019年違うなー。イエス。違うね。やらないです。皆さん来てもやらないです。やります。確実に彼はやるはずです。彼はやるよ。彼はやるんです。アズマッチに何を聞くんですか。いや、あの、いろいろいっぱい、うん、あの、彼女とか、うん、あと今年の抱負とか。そう、ね、アズマックスの、ね、アズマックスの、あの、抱負の前に彼女が来るのね。そう、そう、はいはいはい、去年の、あの、言葉がマイセルフっていう、そうそうそう、名言を残して、ね、マイセルフ帰って、いつだってマイセルフ。イエス。はいはいはい。で、今年はマイセルフ。ライトハンド。そうなんだ。今ももうこれでもう、これも鉄板ですよね。あ、なるほど。鉄板、まあ、ちなみに僕はレフトハンド派なんですけどね。あれ、で、あ、なるほど。ライトとレフトで分かれてる。ナルトラ。ナルトラ。一緒にやればいいんだ。一緒にやればいいさ。ちょっと手が違う。で、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 うん、というよ。で、もう何年、何年とお友達か、本当に左ってね、うん、もう、じゃあアズマックスと一緒にいて、ライトハンドとレフトハンドを交換してやればいい。なるほどね。ちょうどいいぐらいだよ。ユキちゃんたち来た。俺と交換しようか、じゃあ。俺と交換。はい。はい。あ、よ、四つ葉のアキナさんはまた最後に入ってもらいますので。わかりました。はい。じゃあ、アズマッチの、あれ、ね、2019の、はいはい、今年の、いやいや、今年の抱負、ね、抱負でも何でもいいですし、また今年もやっぱりライトハンドなのかも聞きたいし、今年は思い切ってちょっと手を変えてみる。そうそうですね。そんなね、いろんなこと聞きたい。あの、道具もあるからね、今。おう、うわぁ。T がつく道具、ね。そうそうそう。あー、なるほどね。というわけで、はい、どうでしょうか。マジで。聞いてる。マジで聞いてるの今。今からマジで聞いてるの。聞こうよ。もう時間も9時半だから。2019年、はい、yes。 それはね、うん、もうマイセルフじゃなくて、うん、ガールズセルフにしたいですよね。おどういうこと。ガールズセルフ。ガールズセルフ。ガールズセルフじゃおかしいね。さっき局長が検索してた店良かったよ。あ、ね、うん、うん、なんだっけ、ナルトラがよく行ってる店。そうそう、ナルトラがよく行く。ないっすから。なんだったっけ、海優さん、もう一回教えて、名前。やめて、あ、やめて。A から始まったっけ。遡ってあげて、遡ってあげて。店の名前はまあまあまあ分かりますけど、うん、はい、ね、ナルトラがね、僕の行きつけじゃないです。エンゼルリップね。エンゼルリップね。あ、聞いたことある。なるほど。あ、意外とナルトラプロだから、アズマックス、まずナルトラ師匠で仰いでいいんで、一緒に行けばいいんじゃない。そう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 。まずはね、うん、この子いいよっていうのがあるかもしれない。ああ、どうぞ、うん、俺も行くよ、もう将軍。いやいやですよね。増えた増えた。いやいや、しょうがないな、もう。しょうがないな。何このダチョウクラブみたいな。しょうがないな。いや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 ね。はい、あ、オッケーオッケー。はい、もういいですか。あの、メイちゃんからも、はい、エンジェルリップ知ってるって。メイちゃんでさえ知ってる。いや、メイちゃんだから知ってる。あ、メイちゃんだからか。あ、チンってやっちゃった。ナチュラルに今チンってやっちゃった。メイちゃんだからか。うわ、終わってる。メイちゃんだからそうそう、メイちゃんもね。メイちゃんも、ね、メイちゃんいないから、ね、ちょっとマイセルフだと思います。そうそう、やめなさい、やめなさい。怖い。今年もマイセルフ。この人たち怖い。俺より怖い。
違う、ちゃんとアズマッチュの聞いて、うん、掘り下げよう、一応ね、何掘り下げるの、いいの、いいの、下げちゃって、あのツイキャスで真面目な質問が届いてますので、はい、どうぞ、野の中の銀のホタルさんから、はい、カツアキちゃん出た、お芝居進出の予定は出た、あ、本当です、これ聞きたい、マジでいいですか、いいの、いいの、いいの、これごっちゃ混ぜ、チャンプルーが、うん、フリモンラジオ、いいんです、それのそんな話で言ったら、それは芝居をね、今年はね、またやるようにしたいですよ、はい、去年ね、確かこの番組、うん、フリモンラジオ出させてもらって、うん、ちょっと告知させてもらったんですよね、はい、キャストのオーディションのやつ、はいはいはい、あったんですけど、ちょっとその公演が、はいはい、まあ、いろんな事情が重なって結局できなかったんですよ、うん、あー、嘘、そうですよ、残念、だからね、うん、今年はどうにかやろうっていうところで、ね、はいはい、でその時に、うん、皆さんが、まあ、このフリムーンメンバーもお芝居見に来てくれるように今日は来ました、僕は、だから、ありがとうございます。なるほど。本当全勝します。見に来てくれるように。なるほど。皆さん見に来てくださいね。ナルトラが全勝すると言ってるんで。はい。ナルトラが必ず。ちょっと待ってください。ナルトラが金も出す。はい、うん、そうです。ナルトラスポンサーで。エンゼルも。本当ですか。わかりました。え、じゃ役名ナルトラにします。誰か。誰か。役の名前を。役の名前ナルトラなの、うん、やめた方がいい。そんななんかネーミングライス。大事です。そこはそこはどうなの。あ、何回店行くの我慢したらいいんだろうな。そうそう、我慢したらいいんだよ、だ、ね、まあ、だ、我慢しないでナルトラ、そう、あの、お店のグレードを下げたらいいんだよ。そうそう、なるほどね、オプションつけなければね、そうそうそう、延長しなきゃいい、指名しなかったらいいんです。こう見えてナルトラさ、エンゼルリップ週1で行ってるわけ。いや、行ってないっすから。すごいね、これを2ヶ月に1回で減らして、まあまあ、確かに、ね、2回ぐらいね、遅刻しましたけど、この番組に、はい、その理由がね、はい、延長したからっていう、ね、言いましたよ、すべてはエンゼルリップのせいですよ。はいはいはい、さあ、ということで今ですね、はい、四つ葉の秋名さんと、それから、なんかハマチャハチャしていきました、うん、はい、さあ、続きまして、あ、来た、さあ、スペシャルゲストまた登場です、やばいです、やばいです、このゲストもまたやばいです、やばいです、やばい、匂いがプンプンしてます。やばいです、外をスリッパで歩く女です。ね、ラジオの方にはね、わからないと思うんで、さあ、それでは声を出してください、どうぞ。皆さん、新年明けましておめでとうございます。はい、泣き虫サミシンガーのゆうきでーす。やばいです、よ、そら豆、ゆうきやばいです、チェリーいじりが激しいゆうきです。チェリー大好きです、ゆうきや、ここだけの話。ここだけの話、チェリー大の苦手です。もう、ね、もうみんな酔ってますからね、はい、言っちゃいましょう、はい、まあまあいいんですよ、はい、あ、アズマックス、はいはい、アズマックスさっき、はい、はい、大丈夫、ぼーっとしてるけど、ぼーっとしてるけど、今日もう出ようと思ったら引き止められたから、出さない、まだ出さない、もういいかなと思って、なんか中途半端で終わっちゃった感じが、中途半端で、これ以上怪我しないうちに出ようかなと、いや、ここに来た人は全部大怪我しながら育っていくの、みんな身を削りながらやる、身を削って、削るだけ削って、出しまで出してから帰らない、はい、これ以上いたら夕方の顔ができなくなるんじゃないかと思って、あ、それはない、それはない、大丈夫かなと思って、誰も聞いてないから、聞いてないことはないと思う。これはどっちにも失礼ですよ。今でも結構見られてるっちゃ見られてる、そう、僕にも失礼だし、FM 技能的にも失礼だから、そうですね、いいの、1月2日だから許される、はい、ありがとうございます、イエス、お、進撃のめいちゃんから、アズマさんが一発ギャグをやるんじゃないの、あれ、めいちゃん、めいちゃん、よくわかったね。おっと、見てみたい、これはちょっと、ね、アズマさん、どんな流れのノリでやるんだよ、めいちゃん、こんな流れ、めいちゃん、お題送って、お題、あー、お題、そうだ、めいちゃんね、何で一発ギャグをやるんか、やらないよ、いや、もう局長にがもうために届かないといけないから、やらないよ、いやいや、絶対やるよ、絶対やる、スペシャルだから、ね、楽しみね、さあ、この後 ね、あるかどうか、はい、うん、名古屋のダンサーズさん、いじってきてますよ、はい、上の空ラジオ MC の方ですか、上の空ね、上の空って、で、またそのね、奥さんのニソミコニスキーさん、ゆうきちゃんにチェリー汁って、あー、なるほど、ゆうきちゃん、チェリー汁好きだからね、チェリー汁、大の苦手、今、そうこう言ってる間にね、うん、お題届きました。しかも2件も2通も。何？はい、めいちゃんから北斗の剣がケンシロウだね。おで、バーモントさんからモモクロで。出た。はい。ということで2連続で。
エコー出しますので、わざわざ北斗の家の、じゃあ2連続、はい、はい、おーちゃ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 、お前はもう死んでいる。いやー、いやー、いいねー、うまくて、うまくて、うまくて、うまい、すごいうまいですね。で、じゃあ続いて、はい、続きまして、桃色クローバー Z、 桃色クローバー Z で一発ゲーム、もう、まあ、1個で終わった方がいいんじゃないですか。いやいや、みんな聞きたい人、リクエストいただいてますかね。わかりました、じゃあ行きましょう、桃色クローバー Z のリーダー桃田加奈子さんの舌足らずな時の自己紹介。私たちメールエイドル桃色クローバー Z、 よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、すみません、分かる方評価してください。すごいすごい、これすごいよ。なんかこんなの聞くときあるって感じがする。ある気がする、うん、ある気がする、はい、必死なフォローやめてもらえますか。あの、メイちゃんから、さすがほら、うわー、来てんじゃないですか。外したの来てる、よかった、パチパチ、よかったよね。というわけで、あの、一旦ちょっと CM 入らせてもらって、はい、次、ゆきちゃん、よろしく。あ、今ちゃんの一発芸だね。はい、じゃあ、一旦 CM 入ります。はい、あれ？まだだ。終わらんよ。大丈夫じゃないか。ちょっとあの聞き苦しい音が聞こえてるかもしれませんけれども ね、 なんかね、あのご了承ください。ちょっとあのメールいっちゃっていいですか。はい、ちょっと行きましょう。はい、はい、明けましておめでとうございます。やっと体調回復したドギー青空です。はい、ね、いらっしゃいませ、ありがとうございます。2019、はい、今年もできるだけラジオオフ会イベントに参加するぞーとして、2月にパーパーと初めての、2人旅行行くウェイって、北海道3泊4日結婚20周年記念旅行行きまーすって、すごいね。マジで20周年うわー、ほらウェイってなるよ、そらウェイってなるよね。え、うん、うわー、いいな、ジムちゃんボソッと。言っていい？また次メール言っていいですか？いいよ。フリムンラジオのパーソナリティの皆さん、はい、新春のお喜びを申し上げます、はい、明けましたがおめでとうございました。俺誰かわかるねって、浦添のしんちゃんだってばって。これ多分酔っ払ってるね。酔っ払ってるね、昨年は、デージ楽しみました、ありがとうね。今年のテーマ、2019年だけど宝くじ買って当たりたいなんて言わないよ。フリムンのパーソナリティの皆さんと、よんなゆんたくひんたくや、カラオケしながらニワトリがコケコッコーと鳴く時まで飲み明かしたいなと思ってるさ。多分途中で2V かぶしてるはずね。もみ、昨日はありがとうね。フリムンラジオのパーソナリティの皆さん、今年も1年楽しい番組を作って、笑わかしてくださいね。今年もゆたしくさね。ステッカーちょうだいって。すいません、はい、あの、今自分のパソコンがね、壊れてるんですよ。ごめんなさい。エコ
コザエルが掘ってるところです。手掘りでね、あ、はい、んで、なのでだいぶ時間かかるんで、ね、気長にお待ちください。はい、はい、お願いします。はい、来てる進撃のめいちゃん、はい、ありがとうございます、はい、フリムメンバーの皆さんとのんべえの皆様こんばんは。読むの明けまして読むのおめでとうございます。みんなお酒で酔ってますよね、笑って、はい、機材だけは壊さないように新年会スペシャルを盛り上げてくださいね。では2019年の目標は、お仕事もプライベートも充実した1年にする、これだけです。もちろんだけどラジオ投稿も積極的に参加もしていきますよ。イケペイさんみたいになりたいよね。では今日はのんべえの皆様の中から誰でも結構です、これをかっこよくお願いします。これはナルトラでしょう。いきますか。あ、念のためお手本として最後にイケペイさん、ごめんなさい、今日はいないんです。うん、だからナルトラが一発で決めます。はい、では行きましょう。はい、お願いします、はい、エコちゃん、エコカマン、はい、いきますよ。どうぞ。好きって言うまでお前を返さないからな。あ、自分で鳴らした。あの、うん、室温が一気に3度下がった。寒っ。どんなに目をつぶってもなんかもう今、ね、鳥肌が全開できたわけよ、うん、あの、ゆきさんドアノブかけて逃げていくよ。手かけて。だからね、こ声聞こえた瞬間、今もうなんかバッグとなんかね、あのあれ持ってもう帰ろうとしますよ、本当にもう、うん、いや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 、ね、だって今日お酒送ってもらいました、そらしどばさんからも来てます。ありがとうございます。フリムメンバーの皆さん、今宵もお聞きの皆様、明けおめムンムン、そらしどばさんですって。はい、ね、ありがとうございます。今年の目標はフリムメンバーの皆さんと飲むことって、ね、アイコスとアルコールあげましょう。ことよろーって一行風にって書かれて出てくんだ。ここでもアイコス、アイコスか。アイコスは手放さないね。ねえ、絶対手放しませんねこれね、はい、もうすごいね。これあれかな、これナルトラさんかな。また来ました、ね、うん、ナルトラに呼んでほしくてこうやって来たんじゃないかな。さあ、行きましょう、うん、はい、お願いします。秋間年迎えてぃかくしデービル。昨年や一平お世話かいないビーターン。心よりグリージーおむしげきさびら。一平二平デービル。今年ゆたさるぐうにげーさびら。フリムーンメンバーの皆さん、こんばんは。フリムーンネーム、今日もおかしな銀のトロンボンです。今日のテーマ、2019年。昨年はたまにしか参加できませんでしたが、ありがとう。あ、こっから普通になってますね。いや、よかったよかった。普通に読んで。昨年はたまにしか参加できませんでしたが、ありがとうございました。はい、今年はなるべく気が向いたら参加します。うん、今年、年男ではないですが、本年もよろしくお願いいたします。ということで。よろしくお願いします。あの、今、何言ってるか俺分からんかったわけさ。あの、前半、で、ね、あの、あ、見たら、あ、うん、昨年や一ペー、うん、牛湾内、うん、ビータンって、うん、牛湾内海ビータン、はい、ドギーさん、これ半分ではありません、はい、心より、はい、グレージ、はい、虫、キサビラ、うん、一平二平デイビルって、これはハングルでもありません、慢性も言いません、はい、はい、朝鮮中央なんとかではございません、はい、はい、よかったです。 FM ギノワンです、沖の放送は、はい、ジャパンでございます。内縄口で言っただけね、はい、はぁ、疲れた。来てる、ラジオネームビンゴ、はい、皆さんこんばんは、そして明けましておめでとうございます、僕が2019年にあったらいいなと思うことは、〇〇のコミュニティ放送局に免許証交付という報道資料が出ることです。はい、お、なんかすいません難しいな、うん、その大台の20曲目の曲が平成最後に開局する在沖コミュニティ FM になるか、それとも新元号になって初めて開局する曲になるかに注目しています。実際に開局を目指している曲もいくつかあると聞いているので可能性は無限大ですね。さて、また在沖コミュニティ FM 全曲が一つのアプリで聴けたらいいなと思っているので、そういうアプリがリリースされたら嬉しいですね。でも確かにラジコね、 ありがとうございます、ね、ラジコで今やってるアプリというよりあのツイキャスとかリスラジ、ラジ、リスラジオね、いろんなところからチョイスできたらすごい、はい、まあ、確かにこれ素晴らしいことだな、ね、いいよね、うん、ね、はい、アプリごとで違うんだよね、多分曲ごとにアプリが微妙に ね、気が違うんで、そう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 、まあ統一したものがっていうのは確かにその通りだと思うんですけれども、確かにこれは素晴らしいんじゃないかなと思うね。ちょっとまあライバル曲が増えるのはどうなんでしょうね。え、でも
もいいんじゃない？いいですかね、切磋琢磨してね、して別にみんなが聞かなくてもほら好きな人は聞けばいいし、いいしですね、うん、はい、でも今もツイキャスでほらこうやって37人聞いてくれてるってこと、ね、計206人、すごくない？すごいですよねまあもちろんね、あの電波で聞いていただく方も、うん、YouTube で聞いていただく方もいらっしゃると思うんですけども、そうそうそう、いろんな、ね、聞き方見方もあるから、はい、もうこれもありがたいでございます、ありがたいですね、うん、はい、さあ、うん、では次はメールどうしましょう、メールはしましょうか、メールは以上です、以上です、今日すごい、はい、素晴らしいです、全部しかも、うん、たっぷり余裕を持って読めましたね、さすがに2時間あるといいね、はい、2時間あると素晴らしいね、はい、で、あの、うん、さっきのソラシドワさんのメールで、うん、はい、ブルーミーさんが、はい、アイクスとビール、うん、そうね、あのソラシドバさんにアイコスからアイコスとビール取り上げたら何も残んないからね、ね、そうですね、うん、またあのソラシドさんなんか今週末来られるんですよね、うん、そうです、うん、来られるんだよね、はい、某P 会に参加するとかしないとか、やっと姫が来ました、おー、はい、はい、おかえりなさい、逃げたわけではありません、うん、大丈夫、あのハゲシャブルーの相手してありがとう、はい、ありがとうございます、ね、ちゃんと檻に入れときました、あ、檻に、ね、あの、なんで、あ、ありがとう、あの、落としてもよかったのに、こっちから檻から出てるでしょ、俺、檻食い破るから、あの、屋上から落とした方が早いわけじゃあ、後でやっときます、後で、よし、よろしく、はい、はい、ツイキャスとか YouTube に、ちなみに、うん、もう一頭、もう一頭いるんですけど、はい、もう一頭、あ、本当だ、一頭、入ってるね、やばい、あのちゃんとツイキャスに一頭映ってる、映ってるね、うん、やばいのが映ってる、これサングラスをかけたイノシシ風神あの大丈夫、ちゃんと人間の言葉わかります、あ、オッケー、大丈夫です、はい、大丈夫、じゃあとりあえず進めましょう、はい、というわけで、うん、はい、また戻ってきてもらいました、自己紹介お願いします、あ、皆さん明けましておめでとうございます、はい、おめでとうございます、泣き虫サミシンガーのゆうきでございます、おゆうき、ゆうきどこ行ってたの私もちょっと飲んでまして、うん、おだからね、そうなんですよ、ちょっと新年会でじゃかじゃかお仕事してきて、はい、お疲れさん、お疲れ様です、ね、ぶっ飛んできました、うん、そしてまた何かあるんでしょうか、あ、そうなんですよ、はい、聞きたい、どうぞ皆さん、はい、あの実は私、はい、今月1月20日に、はい、CD デビューいたします、そしてそうなんです、その CD 発売を記念したレコ発ワンマンライブが1月20日北谷町ライブハウスモッツであります、ので皆様絶対見に来てください、うん、行きましょう第3日曜日、第3日曜日、そう、オープン5時、スタート18時、うん、前売り2500円、お当日3000円、お、はい、前売りが500円お得です、はい、はい、お得です、これはお問い合わせはどちらに、お問い合わせはあの、うん、私のツイキャス、うん、インスタグラム、フェイスブック、うん、またはFM 機能だんだん弱くなってくるだんだん弱くなってくるライブだんだん吐息のようになってくる、そうそうそう、ぜひぜひ皆さん、あのソールドアウトっていう言葉もあるので、うん、あのできれば前もって連絡くれたら嬉しいな、うん、検索するときはなんて言ったらいいの、ローマ字、私の名前を検索するよりも、うん、泣き虫コウモリって入れた方がすぐ出てくるんですよ、泣き虫コウモリ、泣き虫コウモリ、曲名ですね、漢字、はい、泣き虫の泣き虫と、うん、コウモリのコウモリ、コウモリは漢字かな、漢字、カタカナ、カタカナ、オッケー、なんで漢字でコウモリとか沖縄シンガーソングライターって言ったらもう私が出てきます、うん、のでよろしくお願いいたします、ぜひぜひ皆さん行きましょう、空豆ラジオでも出ると思いますので、あ、空豆ね、はい、ちなみに、あ、そうなんです、12時ですね、映ったんだよね、そうそう、いろいろありまして、うん、はい、土曜日の今お昼12時から1時、うん、空豆ラジオのパーソナリティも務めさせていただいております、なるほど、はい、なるほど、のでよろしくお願いいたします、はい、すごいね CD ね、そうなの、オリジナル曲全10曲入り、わーお、ね、ついに来ましたよ、本当についに来ちゃいました、何曲、何曲入ってんの10曲、なんか10曲ひふみさん、今言ってましたよ、今言ってましたよ、おじいちゃんと喋ってるみたいな、3秒前に言いました、10曲入りだよって言った1月20日いくら、いや CD は2000円です、お、安い、安い、
そう何曲入ってるんだっけおじいちゃん、それさっき言ったでしょっていう。モツで？あれね、モツで、モツでこの日販売も OK。そうなんです。この日から販売スタートなんで。この日からなんだ。そうなんです。もちろんその時サインとか大丈夫なんですか？あ、もう全部の CD に。写真もだよ。写真ももう。もうプレミア付きの。プレミア。プレミア付き。私が万が一売れたらすごい気になる。万が一。売れてるから CD 出たんじゃないの？そうでしょ。なんで？売れてるから CD 出たらすごい皆さんの思い出になる。はい、1日になると思います、はい、どうした なんでその語尾が弱いガンガン行こうぜ2019ね、行きましょう、はい、行きます、はい、はい、で飲んでるね、うん、あのドギーさんから本当に白龍がいるってよ、はい、後ろに白龍がいるいますね、はい、だからね、はいはい、白龍がいるさあ、で、うん、で、うん、ね、うん、モツのお問い合わせ番号、うん、クサムゴナッパまで、ゴナオパまでってバンサーズさん、わかりますけど9、3、6、あ、なんか書いてくれてる5、7、0、8、0、9、8、9、クサムゴナオパクサムゴナオパ、これで覚えよう、はい、覚えやすい、はい、クサムゴナオパです、県外の方は頭に098つけてください、はい、クサムゴナオパです、はい、お願いいたします、はい、さあ、ということで、とりあえず来週の来週のテーマは？ん？エコさんフリーでいいんじゃないかな？あ、うん、もうなんか、はい、誰も考えてません、今年の抱負、今年の抱負、あ、まあ、ね、やりたいこと、うん、あ、そういうのフリーに絡めてね、うん、はい、ということでどんどん送っていただけたらと思います、あの2週ぶち抜きテーマ2019でいきましょう、あ、そうね、2019、おわ、うん、フリーとかでもね、なんかね、もう何でも、あの皆さん正月どんな風に過ごしたようでもいいです、そうそう、はい、で、ご覧ください、うん、それはいいから、はい、うん、あの、なんか名古屋から変なメールが、うん、メッセージ来てて、うん、エンディングさせてって、はい、お、はい、いいね、とりあえずカフだけ上げてみる、はい、はい、お願いします、しましょう、名古屋、はい、名古屋、お疲れ様、あ、もう来ていい、時間ないんで、名古屋チームは閉店ガラガラ、いや、本当に切っちゃうよ、あ、いいみたいね、切る、よし、切りました、これだけやりたかったと、なんか、ありがたいね、ありがたいね、何やりたかったのかな、もう、次のアッパラギに気持ちが移ってる、ね、もうなんかね、2分ぐらい欲しかったみたいですけど、もういいでしょ、もういいでしょ、あ、そうなの、うん、こっち連絡ないからわからんかった、うん、ね、確かにエンディングだけ欲しいっていうか、エンディングだけ欲しかったからね、だけでいいね、うん、イエス、終わったということで、はい、はい、よかったね、はい、今日ね、うん、珍しく時間がいっぱい余ってる、そうなんですよ、いつも、いつも足りなくて切れるわけよ、ちょっと珍しく真面目にいっちゃう、はい、じゃあエコさん2019年は、うん、正直にちょっとプチ参戦しちゃやってるので、うん、機会があればちょっと、うん、もうちょっとね引きに出たいね、おー、真面目に、はい、以上です、はい、チェリーさんは、まあ、僕はね、さっきいろいろとねいろんな話しましたけど、うん、まあ、うん、そろそろちょっと新しい花を見つけないといけないなって、あ、なるほど、じゃあまた新しい店見つけるんだ、そっか、新しい店、はい、エンジェルリップ卒業しますはい、ホワイティさんは、はい、ホワイティはですね、今年ですね、実は資格試験に挑戦しようと思っています、おー、はい、頭使います、おー、はい、はい、じゃあ変なおじさんは、お、変なおじさんはどれ、2人ぐらいいるよ、目指せスポンサー拡大版、主戦時間拡大を目指す、主戦道や、なるほど、じゃあまず最初にもう一人の白龍さん、白龍は白龍、もう一人の白龍、後ろにいた、後ろにいた、ね、あ、ちょろ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 言ってる、ちょろちょろ言ってる、ちょろちょろ、あの、はい、ちょろちょろ、はい、ということで、はい、あと一人、一人いるよ、一人いるよ、はい、あと一人いるよ、私、うん、2019年内に CD 1000枚売り切ります、売れるよ、大丈夫、売れる、360日ぐらいあると思ってるだろ、すぐだ、すぐあっという間だぜね、あっという間ですからね、ね、はい、さあ、ということで、ね、四つ葉のあきらさんの一発ギャグはまた、なんか、しれっと、今いる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 、呼んで、四つ葉のあきらさん、早く入って、
あれだったら二次会でちょっと流しますか、僕のツイキャスで。そうね、いいかもね。あ、来ました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 。じゃあ、吉村さんの一発ギャグ見たい。最後に、最後に一発ギャグを。はい、一発ギャグ好きなので。みんな見て、みんな見て。はい、もう30秒切ったんで、早めに。早く早く早く。はい、3、2、1。こまねち。はい、ということで、見えない、見えない。お送りしました。お相手は、ナルトラでした。はい、白子でした。エコザエルでした。はい、ゆうきでした。はい、アキナでした、はい、また来週でーす。あれ、ナルトラ早い、ナルトラ早いよ。俺のコメントもないさ。ごめんなさい、もう時間ギリギリでも多分フェーダーとか